どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回はですね、タイトルに、ね、書いてある通り3万5000円で揃えられるキャンプ道具10点を紹介したいと思います。今回紹介するキャンプ道具はテント、寝袋、マット、枕、ライト、クッカー、バーナー、テーブル、椅子。今紹介したキャンプ道具10点で3万5000円で買えるように選びました。もう僕が持っている数あるキャンプ道具の中から初心者向けに厳選して選んだ10点3万5000円分なんで、今まず間違いないと思います。これから暖かくなってきますけれども、キャンプを始めたいなとか思ってる人、何を買っていいかわからないと思ってる人はぜひ僕のこの動画を参考にしてみてください。ということでですね、今日は3月1日なんですけれども、熊本県はですね、花粉と黄砂がすごくて、マスクとメガネをしてるんですけれども、あまりこのスタイルに慣れてなくて、メガネが終始曇ってるんですけれども、あまり気にせずに、ご覧ください。ということで早速テントから紹介したいと思います。今回紹介するテントはバンドックのワンポールテントです。価格は1万700円です。このテントを初心者におすすめする理由は3つあります。1つ目は何といっても設営が簡単だということです。僕はあらゆる大きさのあらゆる形のテントを持っていますが、一番と言っていいほど設営が簡単です。このテントはワンポールテントという分類のテントで、1本のポールだけで立ち上がるテントです。組み立て方はテントの四隅をペグで固定します。テントを正方形にした後、ドアを開けて天井部分にポールを当てて、ポールを立てるだけでテントが立ち上がります。テントを設営したことがない人でも見ただけで組み立て方がわかるぐらい簡単に設営できるテントです。テントを立てた後、もう4箇所にペグを打ち込めば完成です。2つ目の理由は小さくて軽いということです。このテントは1人用のテントなので、収納時の大きさもコンパクトです。バイクや自転車でも持ち運びしやすい大きさなので、どんな移動手段の人にもおすすめのテントです。3つ目は全室がついているということです。寝るスペースの前に1人が座れるほどのスペースがあります。ここに椅子を置いて、テーブルを置いても調理できるぐらいのスペースがあります。雨の日でも荷物を濡らすことがないので、とても便利なスペースです。このテントは1万円という価格ですが、ネットには同じ価格帯のテントが5万とあります。しかしその中でもこのバンドックのワンポールテントがおすすめな理由は、作りがチャチではないということです。例えば同じ価格帯のフィールドワーというブランドのテントは新品なのにポールは傷だらけで、テントには2箇所の穴、うんこのようなものもついていました。さらに室内の床は防水加工がされておらず、水が入り放題という商品でした。繰り返しになりますが、今回紹介しているバンドックのワンポールテントは約1万円という価格にもかかわらず、小さくて軽くて設営が簡単で、防水性能などもしっかりしているので、まさに初心者が買う最初のテントにもってこいのテントなんです。自信を持っておすすめするテントです。ちなみにカズチャンネルのカズさんはこの色違いのテントを使用しています。このテントに関しては別に一本の動画にしているので、気になった方はチェックしてみてください。次に僕のおすすめの寝袋の紹介です。寝袋を大きく分けて2つのタイプがあります。ダウン製のものと、もう一つは化学繊維のものです。今回僕がおすすめするこの寝袋は7000円という価格にもかかわらず、なんとダウン製です。このダウン製の寝袋のいいところは、自分の体温でこの毛が膨らむんで、めちゃくちゃ保温性能がいいということです。今回紹介するこのツームルームの寝袋は、僕が知っているダウン製の寝袋の中で一番安くて、一番安いにもかかわらずめちゃくちゃ性能が良くて、めっちゃおすすめな寝袋です。今僕が寝ている寝袋は羽毛量 800g の寝袋なんですけれども、 800g の羽毛量でだいたい5度から10度ぐらいまで快適に過ごせるかなといったところです。もし寒い時期にキャンプをしたいのであれば、より大きくて高いダウン製の寝袋を買うよりも、今持っているこの寝袋にプラスして安い夏用の寝袋を持っていくと安く済ませられますし、小さくなるのでめちゃくちゃおすすめです。僕がおすすめの夏用の寝袋は、初心者、中級者、上級者、そういったことをなしにして、ダントツでこのネイチャーハイクの夏用寝袋が一番使えます。見てください、この小ささ、もう片手で扱えるサイズです。もし真冬用の大きな寝袋を買ってしまうと、真冬にしか使えないんですけれども、秋冬用の寝袋とこの夏用の寝袋2つを持っていれば、秋冬はこれだけ、真冬の時はこれとこれを2つで、夏はこれ1つとか、この夏用の寝袋を持ってったり持っていかなかったり組み合わせたりすることで4シーズン対応できるんで、寝袋は秋冬用と夏用の2つを持っておくととても賢いんじゃないかなと思います。このネイチャーハイクの寝袋は僕も夏でメインで使ってるんで、もうマジでおすすめです。しかもこの夏用の寝袋、何がいいのかっていうと、本来はこんな感じで筒状になってるんですけれども、ファスナーを開けることによってこんな感じで1枚の大きな布になります。なんでこうやって羽織って使うことができます。
なんでまあ夏用の寝袋だけじゃなくて、冬焚き火をしている時ちょっと肌寒いなとか、そういう時にもこうやって羽織って使えるんで、まあ、なんかまあこんな感じで黄昏たりとかする時にも使えるんで、もうマジでめちゃくちゃおすすめな寝袋です。次はマットの紹介です。マットは銀マット、インフレーターマット、エアーマット、コットとたくさんの種類がありますけれども、最初に買うのはこの銀マットでいいと思います。寝心地はこのインフレーターマットやコットにはかなわないんですけれども、約900円という値段である程度寝れますし、将来このコットとか買った時にこれと併用して使うことができるんで、まあ、買っておいて損はないかなという商品です。枕は AOM の枕です。この枕空気で膨らまかすタイプの枕なんですけれども、中に綿も入っているので1000円というめっちゃ安い価格なんですけれども、寝心地は思った以上にいいのでめっちゃおすすめです。インフレーター式の枕はいくつか種類があるんですけれども、正直この価格帯のものはどれも一緒なので、安いものでいいと思います。なんとパンク修理キットも付属しています。次にライトです。ライトはフィストーンのライトです。僕がキャンプ初心者の頃はライトって明るければ明るいほどいいと思っていましたが、それは間違いでした。ライトが明るすぎるとキャンプ場で周りの迷惑になりますし、室内で使う場合は影になってしまい、中で何をやっているか外から見えてしまいます。なのでライトは自分の手元を照らせる明るさ、食材の焼き加減を確認できるぐらいの明るさで十分なんです。このライトは手のひらサイズのものですが、2段階の明るさ調節ができます。バッテリーの持ち時間が長いので正確には分かりませんが、一番低い明るさで朝まで持ちます。このライトはモバイルバッテリー機能もあるので、スマホなどを充電することもできます。また背の部分は磁石になっているので、車のボディやバイクのタンクなどに取り付けることができます。これだけ揃ってお値段なんと1000円、とてもおすすめなライトです。この磁石が地味に便利なので、手元が下がっている時や高いところで設置したい時などに活躍します。しかし砂などがついているとボディを傷つけてしまう可能性があるので、傷つけたくない車両や自分のものではないところにくっつけるのはやめましょう。次はガスバーナーの紹介です。キャンプ用のガスバーナーってこういった丸っこいものをイメージすると思うんですけど、このガス缶って寒い時でも火力が出るという特徴があるガス缶なので、登山や真冬のキャンプで氷点下を下回るということがなければ、こっちの見慣れた細長いガス缶で大丈夫です。ということで今回おすすめするガスバーナーはこちら、デデン岩谷のジュニアコンパクトバーナーです。このガスバーナーはもう超ロングベストセラーで、僕が20歳の頃日本一周した時に買って、これがもう3代目ぐらいですね。で日本一周した時も、これで日本一周しましたし、オーストラリア一周した時もこのガスバーナーで、オーストラリア一周したんで、僕が圧倒的に信頼を寄せているガスバーナーで自信を持っておすすめします。このガスバーナーめちゃくちゃコンパクトですし、壊れにくいので災害時なんかにも役に立つガスバーナーだと思います。もう僕にとってこのガスバーナーはバイクでいうとこの株的なポジションなんで、一家に1台あってもいいんじゃないかなって思うぐらいめちゃくちゃおすすめです。そのままの流れでクッカーの紹介をしたいと思います。このガスバーナーと合わせて強くおすすめしているのが、このスノーピークのパーソナルアルミクッカーセットです。こんな感じで大小2つの鍋と蓋がセットになっているクッカーです。このクッカーがおすすめな一番の理由は、ズバリさっき紹介したガスバーナーが中に入っちゃうんです。ぴったり入るので収納がコンパクトになります。ガスバーナーとクッカーは必ずセットで使用するものなので、このように一緒に収納できるのはとても便利だと思います。蓋はフライパンとしても使用できます。次にコップの紹介です。僕がキャンプ初心者におすすめする最初のコップはキャプテンスタックのダブルステンレスマグです。チタン製と比べると数十グラム重くはなりますが、保温力は全く変わらないので、温かい飲み物はずっと温かく、冷たい飲み物は長い間冷たさをキープしてくれます。価格も1000円と安いので、お部屋用とキャンプ用で兼用してもいいかもしれません。次は椅子の紹介です。 Amazon にはたくさんの椅子があって、どれを買えばいいかわからないという人が多くいると思うんですけども、ぶっちゃけ言いますけれども、あれロゴが違うだけで中身は全部一緒なので、一番安い2000円ぐらいのやつを買えばいいと思います。ほんで僕はですね、多分皆さんよりも使用頻度が高いと思うんですけれども、安い椅子たくさん持ってるんですけれども、今まで壊れたことはありませんでした。最初初心者の方は椅子は普通にこの安いやつでいいんじゃないかなと思います。ただこういった足の部分ですね、こういった足の部分が使いすぎてこうやって取れてきちゃったりっていうのはありますけれども、なんかこうポールが折れたりとかは今のところないので、まあ、結構長く使用している商品です。椅子の組み立てがやりにくいっていうレビューたくさんあると思うんですけれども、簡単な組み立て方があります。まずこの背もたれの方、こっちの方から、入れていきます。
手もたれの方を入れます。手もたれの方を入れます。はい、こうやってね2つ入れました。で入れた後こっちのお尻体重がかかる方にこうやって入れます。まあ、この椅子はねちょっともう伸びちゃってるんで簡単なんですけど、最後のここですね、ここは下の方を地面につけて押し込んでピュッと入れたらもう完成です。もう結構ね長く使ってるんでボロボロですけどね、まあ、これ2000円ぐらいの椅子なんですけれども、まあ、こんなボロボロになるぐらいまで使える椅子なんで、まあ、椅子は安いやつで OK です。最後にテーブルです。フライフライGOという一人用の薄くて小さなテーブルです。組み立て式のテーブルなのでコンパクトに薄くまとまります。このテーブルのいいところは2つあります。1つ目は手前と奥左右に壁があるので物が落ちにくいということです。お箸などがコロコロ転がって落ちることはありませんし、ガスバーナーなどをずらした時も壁があるので落ちることはありません。地味に便利な機能です。おすすめな理由2つ目は隙間がないということです。キャンプ用のテーブルでベストセラーのキャプテンスタックのアルミローテーブルは隙間がたくさんあります。隙間があるとどうなるかというと、先ほど紹介したガスバーナー、これを隙間だらけのテーブルで使うと足が不安定になります。少し当たっただけで足が落ちてしまうので調理中だったら最悪です。僕も何度もこの経験があります。また吹きこぼれてしまった液体などの掃除も隙間だと面倒です。このアルミローテーブルは向かって手前と奥への揺れはある程度強いですが、横揺れには弱い構造です。この大ベストセラーのアルミテーブルを見た後に僕がおすすめするテーブルを見てみましょう。隙間はないのでガスバーナーも安定しますし、足はこのような構造なので揺れにも強い構造です。収納時の大きさにも雲泥の差があるので超おすすめのテーブルです。ほいところでいかがだったでしょうか。3万5000円で揃えられるキャンプ道具10点の紹介でした。ということでですね、今回のこの動画は、初心者向け、キャンプ道具を買いたいけどどれが買っていいか分かんないっていう人に向けた、動画でした。なんでですね、今回は、紹介だけにとどまらず、次の動画でですね、僕が実際この10点を持って、キャンプしに行きます。で、まあ、テントの設営から、まあ、飯作ったり、このクッカーとバーナーで飯作ったり、寝たり、朝起きて朝食作ったりとかいう、その一連のキャンプの流れ、3万5000円の装備でもあこのぐらいのことができるんだみたいなことを、イメージしやすいように、そういった動画も、この次の動画に、上げるので、3万5000円であこのぐらいできるんだって、知りたい方は、ぜひそちらの方の動画も、ご覧いただけたらなと思います。メガネが曇って何も見えないし、花粉も、黄砂もすごいんで、ちょっと今日はこのぐらいにして帰りたいと思います。この次の動画は、キャンプ初心者に向けて、もうほんとテントの設営から飯の作り方、米の炊き方も全部分かりやすく説明したいと思うんで、この3万5000円のキャンプ動画でもこんなことできるんだ、ここまでできるんだっていうことをねお見せしたいと思うので、次の動画もぜひご覧ください。はい、ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。今回紹介したキャンプ道具10点の購入先は概要欄の方に貼っているんで、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。